はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、一躍から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこの夏はですね、汗をかきましたでしょうかね。まあ、汗をかかなかったというかね、まあ、かいた記憶がないっていう人はね、ひょっとしたら今の食生活がね、肝臓に影響しているのかもしれません。まあ、そんな人たちのためにね、その動画の最後の方にですね、まあ、あの改善方法をね、少し紹介させてもらいますので、まあ、ぜひ最後までね、お聞きください。あの特にね、その低体温の人はね、気をつけていただきたいんですけども、低体温の人はね、まあ、普段から汗をかかないというか、まあ、かきにくい人がね、結構多いんですけども、あのね、食事中によくね、汗が出るんですよ、そういう人ってね。まあね、人間は誰でもですけども、まあ、食事をすると、ね、体温がね、上昇するんです。あの体温はね、まあ、普通なれば 36.5 度から37度がまあ理想なんですけども、その、ね、体温が上昇し始めるとね、自分の体温をね、保とうという力はね、もう生体力っていうのがね、働きますので、あの発汗してね、体温の上昇をね、抑えようとします。その体温がね、 36.5 度以上ある人っていうのはですね、まあ、体温調節機能がね、まあ、日常的に正常な働きをしていると考えられますので、あのさほどね、調節機能に負担をかける負荷をかけることなく、まあ、汗はね、必要最小限にしか出ないんです。しかしですね、低体温の人っていうのは食事をして体温を上昇させる必要がありますので、体温調節機能っていうのがね、こうぐわーって盛んにね、活動し始めるんです。この体の中のね、深部温度っていうのがあるんですけども、それがね、急激にね、上昇してね、体表面の温度がね、こう上昇するとね、こう皮膚がね、パッと開いてね、もう汗がどんどん出るようになるんです。このクーラーの中で生活している人っていうのは、体温がね、35度台から40度台、34度台に低下してきますので、まあ、汗が出る量がね、さらにこう多くなります。まあ、ただしですね、まあ、このこと自体っていうのは、体温調節機能が正常に働き始めたことを意味しますので、まあ、正しい生体反応なんですよ。この体温を上昇させてね、汗を出すことによってですね、体の機能がね、正常化します。まあ、同時にこの時にですね、服を脱ぐとね、まあ、汗の出方っていうのをね、抑えられるんですけども、そのクーラーなどでね、その体温調節をね、しようとするとですね、その汗がね、冷たくなってですね、体をね、冷やしてしまいます。そしてね、まあ、食事をするたびにですね、その体温の上昇と低下っていうのを繰り返すことによってですね、まあ、体温調節機能にね、あの疲労をね、発症してしまうんです。その体力がある人っていうのはね、まあ、あまり影響を受けないと思うんですけども、まあ、生まれつきね、丈夫でない人っていうのはですね、長期間繰り返すことによってですね、少しずつね、体重がね、どんどん崩れていくんです。そして、まあ、ここ最近はね、涼しくなってきましたけどもね、まあ、これまでのような暑い時期にね、汗をかかないとですね、この今度はね、心臓や肺の働きがね、弱くなって、このね、今度来るね、その寒い時期になってくるとですね、風邪をひきやすくなってくるんですよ。人間の体っていうのはですね、その体温を調節するためにね、さまざまなこの内臓がね、働きます。食事やね、運動やね、そのお風呂に入るというなどのね、生活を行うことによってですね、一日のね、さまざまな時間帯にね、こう内臓が活発化することをね、繰り返していますけどもね、このサイクルは1年という単位でもね、結構繰り返し行われてるんですよ。我々が住んでるこの日本というのにはね、その四季がありますよね。冬から春にかけて気温の変動がね、激しい時期っていうのはですね、肝臓が大いに、ね、働いてね、体温調節をします。暑い夏の時期になるとですね、心臓が大いに働いてくれて血液の流れを調整します。そして日中はね、気温が高くてね、あの夜になるとね、低くなり始める、その秋の時期っていうのはですね、この肺がね、大いに働いてね、全身の機能を調節します。そしてまた冬の寒い時期になってくるとですね、その腎臓が今度は働いてくれて生命力の、ね、維持に努めます。一定時期ね、活発化することによってですね、その臓器機能がね、丈夫さを保つ一面があります。このね、まあ、夏に入る前のね、立夏というね、その5月から6月かけての時期があるんですけども、その時期っていうのは徐々に気温が上がっていてですね、その時にはね、心臓がね、活性化してきますけどもね、7月に入って気温が32度を超えるようになるとですね、日常生活というね、活動を行うだけでね、この体熱がね、わーっと生産されてですね、逆にね、今度は体温をね、下げてあげない
といけない必要があるんですよ。で、まあ、最近の動画でもねお話ししましたよね、あの放熱ですわ。体はね体温調節を行うためにね熱放散っていうのをねこの行います。そのためにですね心臓への負担は大きくなります。高齢者やね不整脈などのねあの基礎疾患をね持っている人っていうのはですね熱中症を引き起こしやすい確率が高くなりますので、あのクーラーや、ね、扇風機などをね適度に使用するなどのね対策をしてね心臓などへの負担を軽減する必要があります。あの日中のね気温が高くなる時間帯っていうのはね直射日光を避けてですね窓を開けて扇風機を利用しながらねあの薄着をして過ごしてですねあの汗を流しながら適度に冷たいものを食べて体温の、ね、上昇を抑えることによってですね心臓への負担を軽減することができます。あの高齢者はね喉の渇きをね感じにくくなってますのでねあの水分補給もね必要なね要素となります。でもしかしながらですねクーラーの中にね常に入れるとですね喉の渇きをねあまり感じないためにですね水分補給が不足になりがちでクーラーの中にいてても、まあ、熱中症という風にねなることがねあるんです。あの生活環境やね、まあ、温度も大きく関与しますので、まあ、一概にねクーラーとのね関係性をね定量化できないところがですねあの我々のようなねこの四季のある日本に住んでる人間にとってはですねちょっと分かりづらい難しいところなんですよね。ここでですね問題としたいところはですねクーラーの中で常に生活をしているとですね心臓がこの常温で生活している時よりもね活性化できずにですね心臓にあまり負荷がかからないという点なんですよ。そのために秋になって気温が低くなるとですね運動をした際にですねすぐにこうハッハッハッってこう動悸がしてですね息切れをしやすくなります。またね気温やね湿度が高いとですね呼吸はややねあの早く深くなります。体感温度をね調節するためのね努力をねしますけどもねそのクーラーの中にいるとね肺の働きをね活性化することがねできないためにですねあの肺が弱い人っていうのは肩こりがね強くなってね風邪をひきやすくなります。ちょうどこの時期にですねまあたまたま肺の基礎疾患を持っている人っていうのはですねまあ喘息とかね、発作をね起こしやすくなります。でね冬になるとですね腎臓が弱い人はね腰が重たくなってねのぼせる症状が出てきます。あの腎臓にね基礎疾患をね持ってる人っていうのはですね腎炎や腎右炎っていうのを引き起こしやすくなる確率が高くなります。またね暑い夏はね体温調節を行っている今度は肝臓のね負担は軽減される時期なんですけども、しかしねクーラーの中にいて体温調節を続けることによってですね今度は逆に肝臓の疲労度が増してきます。気温が下がってくるとですね疲れやすく寒さを感じやすくなるんですよ。まあ、いわゆる夏バテですよね。まあ、人によってはねその腰痛やね寝違えなどのね各関節の痛みをねあの覚えるようになります。そしてね、まあ、肝臓のね基礎疾患をね持ってる人っていうのはねこの時期になるとですね免疫力低下に伴う様々な疾患をね併発する恐れが出てきます。クーラーの中での生活をね余儀なくされた人っていうのはですね気温が低くなり始めたらですね少し厚手の服を着てあの適度にね汗を出すことによってね内臓の働きをね助けることができます。まあ、これからね秋から冬にかけてっていうのはですね厳しい暑さから寒さっていうのを強く感じるまでのこの時期になってきます。気温はねこれからね急速に低くなってくるんですけどね、まあこの 1,2 ヶ月以上前にねそのクーラーの中で快適に過ごしてきた人っていうのは体温調節機能がね低下しているのであのね寒暖の差をね敏感に感じ取れない人も少なくはありません。この秋が始まる立秋っていう時期あるじゃないですか。その立秋から1ヶ月ぐらいの気候っていうのはねその秋の長雨というね言葉があるようにですね湿度が高くなってくる時期なので体感温度が下がらずにね息苦しさを感じてね寒さを捉えにくい傾向があります。そんな状態なのでね、まあ、クーラーの使用が長引いてですねあの服装もね薄着のままでいるとですね風邪をひきやすくなります。さらに肝臓の機能が低下している人っていうのはね免疫力の低下を考えられるためにですねウイルスに感染してね発症する確率もね高くなってしまいます。勤務中はねその体を動かしている時っていうのは、まあ、寒さをね感じすぎなければまあ、さほど体調は崩しませんけども活動を停止している寝てる時とかねあの休憩中にクーラーの中にいてる人っていうのはね体調を崩しやすいと言えます。そんな肝臓のね機能をね低下させないためにはね肝臓に優しい食材でね肝臓のケアをしていただきたいです。肝臓の働きというのはですね体を作るためのね材料であるねタンパク質の代謝がね行われています。肉、魚、卵、大豆などのねタンパク質をね含む食品を食べるとですねアミノ酸から必要なタンパク質に合成してね血液を通って全身に送られます。不要になったタンパク質っていうのはですね分解して処理するたびに、ね、肝臓でね解毒されて老廃物としてまた血液中に放出されます。その後老廃
廃物は腎臓でろ過されて尿として排泄されます。またね、肝臓ではね、糖質の代謝を行ってですね、エネルギーの材料となるブドウ糖などのね、糖質をね、全身に送り出してくれます。まあ、糖質をね、余分に取りすぎるとですね、グリコーゲンに変えて貯蔵するんですけども、まあそれ以上にね、食べ過ぎてね、過剰になった糖分っていうのはね、中性脂肪に作り変えられて肝臓に貯蔵されてしまいます。その結果、脂肪肝になってしまうんですよ。まあ、基本的にね、バランスの良い食事っていうのがね、肝臓に適した食事です。で、そんなバランスの良い食事というのはですね、まあ、主食、これはね、ご飯、パン、麺とね、主菜、肉、魚、卵、大豆食品っていうのと、副菜ですね、今度は野菜、キノコ、海藻がね、毎食揃った食事が、まあ、バランスのいい食事と言えます。まあ、定食のようにですね、まあ、一汁三菜っていう言葉があるじゃないですか。まあ、あれが理想的ですよね。丼料理っていうのはですね、主食と主菜の組み合わせなので、副菜をね、まあ、一品組み合わせればバランスが良くなります。まあね、この朝昼晩毎回ご飯を食べるときにですね、こうじーっと食事を眺めてですね、主食、主菜、副菜っていうのがね、入ってるのかね、こうパパパって見てね、チェックしてみましょう。まあ、そんなバランスのいい食事の、まあ、主食っていうのはね、まあ、先ほども言いましたご飯、パン、麺なんですけども、まあ、原材料を見ると、まあ、ご飯はお米ですよね。で、パンと麺はね、小麦がね、大半です。まあ、米と小麦はね、まあ、同じ糖質の食材ではありますけどもね、米はね、消化吸収がね、すごいゆっくりでね、血糖値の上昇がね、緩やかです。またね、腹持ちがいいのがね、特徴です。次はね、主菜です。肉、魚、卵、大豆製品ですね。主菜というのはタンパク質を含むおかずです。肉、魚、卵、大豆製品というのは良質タンパク質と呼ばれています。タンパク質というのは皮膚とか、ね、筋肉っていうのをね、作るのはもちろんのことなんですけども、臓器を作る材料にもなります。ダメージを受けた肝臓を、ね、修復するためにはね、良質なタンパク質を摂ることも大切です。できるだけね、肉、魚、卵、大豆からね、料理するおかずをね、食べましょう。今度は副菜です。野菜、キノコ、海藻でございます。副菜に含まれる主な栄養素っていうのはですね、ビタミンとミネラルと食物繊維でございます。肝臓はね、いろいろ栄養の吸収分解をね、行う上でですね、ビタミン、ミネラルが必要です。そんなビタミン、ミネラルっていうのをもう、なんていうんですか、サプリメントとかじゃなくて食事からしっかり取り入れましょう。食物繊維はね、もうかれこれこの食物繊維の話はね、ずっと僕はね、推してるんですけども、腸からね、栄養素を吸収するときにね、余分なね、糖質とかね、脂質のね、吸収をね、妨げてくれて、吸着して便としてね、排出してくれる働きがあるんです。ただしね、野菜の中でもね、漬物っていうのはね、塩分を多く含みますので、まあ、サラダやね、煮物、炒め物などでね、野菜をね、摂取することをお勧めします。野菜の摂取量っていうのはね、厚生労働省からですね、1日 350g と言われています。まあ、副菜のおかずで考えるとですね、まあ、1日に3皿から5皿が目安になります。まあ、毎食ね、1品以上のね、野菜料理が入るようにね、意識していきましょう。まあ、といった感じでですね、食生活の見直しをすることはね、肝臓の働きを助けたり、肝臓を守ったりする働きにつながります。そして腎臓への影響も軽減されます。まあ、汗をかきにくかったりね、その書いた記憶があまりない人っていうのはね、まあ、これからのね、寒い時期が来る前にですね、まずは日常の食生活をね、少しね、見直してみてください。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。